けっつってんだよ。むさ苦しいんだよ。やだやだ、熱いな。もう嫌。このままここを張って出てくる瞬間を狙おう。え、この灼熱地獄の中ですか。おい、聞いてる？カグラ、カグラ、おい、カグラ、カグラちゃん。それで先生、カグラの容体は。ただの、いや、知りませんね。この炎天下の中、水分も与えずに超過。ああ、僕らのせいだ。僕らがしっかりしてれば。心配いらねえって。カグラさん、太陽の光に照らされたこの星は似合わないって。この暖かい日向には私たち…心配すんなよ、すぐに元気になるって。ミス、すいません、一覚え。私の設定の重さ、私という存在の大切さを今一度知るにはいい機会。もう一週間ほど入院が必要な感じです。ちょっと待って、ちょっと待って。やばい、腹が。そのよろずやよりクーラー効いてて居心地良さそうだし。バカ言ってんじゃねえよ、お前は。縁起でもねえね。ほらよ、はやお前、派手な式と密葬どっちがいい。気が早えよ。じゃあは私が死んでも平気あるな。なことねえよ。そうだよね、もう私の命も。心配すんな、見ろ。心配すんな、見ろ。カグラ、やばい、ごはん、苦しい。カグラちゃん、ジクショー、ジクショー。てめえ医者だろ、なんとかしろよ。状態から目覚めたことにすれば。カグラちゃん、まだいけるから。私はまだ全然元気だから。本当にお前のせいだよ、重たいよ、こんな重たい家賃の回収劇よ。君たちはカグラちゃんの仲間じゃないか。仲間が早々に飽き去るとび、君の香典まだなんだが。すまね。誰が葬式だって。3人で旅立てばカグラちゃんも寂しくない。あれ、そんな勢いあるよ、なんとかしないと。その辺にしときなせ、その辺にしときなせ。あいつがあんな顔するな。旦那方の愛情が本物ならきっと気づいてくれるだろう。熱い、苦しい。皆さん、日焼けサロン型棺桶の影響か。どんな別れの挨拶。ソヨちゃん、そいつに騙されちゃダメ。かぐら、安らかにお眠りください。味方も関係ねえ。俺たちも相手を手厚く弔ってやったのさ。踏ん張れ、諦めんじゃねえ。いや、頑張んな。私にも一声かけてくれないんですか。そっち、ホタエさん。傘返すの忘れてた。本当は。あの、完全に死んでるな。うん、間違いない、死んでます。続けましょうか。お前らの葬式、待って俺を。よっしゃ、今日は鉄の…しまっ。先生が気になる？え、何？痛みが恋なのかな、なんて。いや、茜の花だよ。それに告白なんて俺したことねえし。参ったな。どうしたの、銀時さん。シャチコ先生かな。
兄貴、先生に伝えたいことがあったから。先生、付き合ってください。兄貴どうすんだよ。先生先を楽しみにしてるって言ってんだけど。ダメだ、やっぱ俺フェンシングの才能ねえよ。そういう意味じゃねえよ。先生俺と付き合ってくださいが欲しい。俺フェンシング部頑張ってみるよ。じゃあさよなら。あるじゃねえかじゃねえよ。取り返しのつかない展開になってんだけど。俺たちのジャンプデビューが。マジで？と言っても揃えておいたぜ。最強の漫画アシスタント集団。スクリーントーン処理担当。スクリーントーンはねえ。そしてベタ塗り。じゃあお願いします。トーン処理以前に一発正解。そう。そう、はみ出さないように。いいセンスだ。線をなぞるだけならアホでもできるだろう。なあ、うん。こんな帽子だったけどもパンツってことはパンツは間違いないんだな。しまった、疲れてつい。兄貴、みんな。でも結構お客さん来てるみたいですね。どんな人たちなんだろう。過激上位獅子の獲物ってとこかな。ジョーキンちゃん、紹介が遅れた。私は勇者ロト6。屍を取り払っても呪いはそのままなんですよ。なので、銀河魔王ティラミスを倒すことができるのはこれ、ショベルカーでガーッといった。どんな勇者、もうショベルカーで魔王を倒しに行けば。ここには伝説の女王がいいんだ。何を抜くつもりだ。予約してた銀河魔王ティラミスですが、剣預かることになっちゃいましたけど。そっちもおるの。伝説のビームサーベルか。ごまかせるか。屍を魔王へ渡せば万事解決ね。ただ一つだけ問題がある。何度言ったらわかるんだね。君たちは一列に並んで歩くのだか女だかわからなくなるのと一緒だ。一緒じゃねえよ。おい勇者だ。お前は馬車行きだ。塔に汚れ腐っているのは魔王大魔王たけし様。ただいま帰りました。じゃないね。ダメだ、今度はこっちの方が。この件は争いを生まないと。他にやるべきことがあった。皆の者、苦手ってどういうことだ。そこじゃない。ここ、お、出た。さてはてめえらグルだな。暴力はやめてください。あら、傘が急に開かなくなった。あなたを必要とするお客さんがいるんです。泣いてるんですか、それ。時々思う、殿下国家のことなど何もかも忘れ。兄上様。まさか。みんな玉座を狙っている。信用を受けないわ。はい、ジャンケン。お、持ってけ。将軍様、なぜここに。火を確認する。今度はまともだ。とにかく影をいっぱい用意する。将軍、後半キャラブレブレじゃねえか。影汁ってな。助けに来てくれたのね。そなたらはまさか世の影汁武者。ただの手足だ。道を開け、襲撃だ。とにかく早く医者に。この方は一橋公も同じく何者かに命を狙われた被害者。